こんにちは、みくです。今回はですね、ちょっとうちの実家の母に頼み事をしていまして、それがね、ちょっと届いたのでお見せしようと思います。はい、こちらですね。じゃじゃん。はい、これ、ココの服でございます。ちょっとね、ココの服を作りたくて、型紙を作ってほしいってちょっと依頼しましてね、私そういうの苦手なんですけど、母はすごい得意なんですね、お裁縫がね。なので、ちょっと、型紙作ってもらいました。おちゃん、おお、かわいい。はい、じゃあこうちゃん、ちょっとこれ着てみよう。はい、着てみましょう。はい、じゃあ、お、いい感じですね。はい、着れました。いいじゃない、かわいすぎてやばい。あ、これはちょっとパパがつけちゃった印なんですけど、かわいいね。いいや、かわいいわココちゃん、とってもかわいい。とってもいい感じ、お母さん。ありがとう。めっちゃいいと思います、これ。どないですか？首周り。母がね、ちょっと手紙でね、首周りはどうなのとかね、いろいろ気にしてるので。こんな感じ。ちょっと、お母さん見てる？ちょっと参考にしてほしいんだけど。袖はね、これぐらいでいいと思います。なんか、こう、もうちょっとキュッとしたのが多い気がするけど、これぐらいでも、こう、ラフな感じで可愛いと思います。横から見たらこんな感じですね。うん、すごくいいと思います。ちょうど大事なところに被らないし、ダルダルでもないですね。うん、はい。で、こんな感じね。上から見るとこんな感じでぴったりちょうどね、尻尾に被るわけでもないし、これぐらいでいいですね。はい、うん、ちょっと下から見てみます。はい、あ、とってもココちゃんココちゃん可愛いな、股の下から見てもやばい。ココちゃんどう？動きや注意？あ、動きや注意。はい、お母さんさすがやな。さすがです。もう頭上がりません。ありがとう。ちょっとボタンを後でつけるそうなんですけど、はい、うん、ぴったりすぎてやばい。ぴったりすぎる。はい、いいと思います。これね、ちょっとボタンがついてないんですけれども、まあ、ちょっとこうこんな感じで、うん、かわいい。いいと思います。いいね、このシャツ涼しげで。はい、上から見るとこんな感じ。あ、すごい、すごいな。うん、これね、ボタンつけたらちゃんとぴっちり締まると思いますね。こんな感じになります。はい、うん、横から見たらこんな感じ。わー、素敵。シャツがめっちゃかっこいい。ココちゃん、かっこいいね。ココちゃん、ココちゃん、あら、男前、なんかサラリーマンみたいこれあれだ、柄のシャツの方がいいね。今からちょっと出勤します、僕みたいな感じになってるわ今からちょっと出社するわ、うん、こんな感じで。お母さん、めっちゃいい感じやと思います。すごい。いやー、なんかもうこれ試作品って言ってたけど、全然試作品じゃないよね、完成品だよね。すごいね。はい、はい、お利口さんでした。はい、というわけでね、この2つのお洋服、ここの試着も済みまして、もうバッチリでした。お母さん、ほんとさすが、さすがです。なんかいろいろ書いてるんですよね。ボタン位置はここだとか、ボタンホールはここだとかね、縫ったら6個かけるんやとか、ここは何それ、何それとね、もうサンプルって感じですね。すごいかっこいいですなね、こっちは、まあ、こうだあだっていう書き込みはないんですけれども、ちょっとだけね、ここの何ていうの肩幅のところ、こんだけ詰めた方がかっこいいかなっていうのを書き込みしまして、ちょっとまた、大阪にね送り返すんですけれども、私のですね、ボタンホールを開ける練習用の布も送ってくれています。ありがとうございます。いや、これね、ちょっとまだまだ試作品ということで、母も実際にここに着せてみてどうかっていうのを見てから、きっちり型紙作るわってことだったんですけれども、完成がもう本当に楽しみです。ちょっと、ね、完成するのまだまだ日にちかかると思うんですけど、また出来上がり次第動画でご報告しますので、皆様はね、お楽しみになさっててください。もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあ、また。